タガンのキューレンジャーチャンネル、今回はサソリボイジャー。すごいね。何がすごいかって、これがね、伸びたりね、こう刺すんだよ。そしてサソリ9玉、こんな感じだよね。はい、いい感じだ。ではこれをまずは腕につけてみましょう。腕にくっつけるとこんな感じです。せっかくなのでわしと一緒につけてみました。うわ、なんか迫力があるね。ちょっと光らしてみようかな。いいね。では次は足にくっつけてみよう。はい、足にくっつけるとこんな感じです。もともとのサソリの足も畳みました。かっこいい。せっかくなので足は背中につけておきました。はい、ではまたあと2体ロボットをレビューします。ではまたね、バイキュー。